この地にはなんだか不思議な力が渦巻いているのを感じます。君もそう思うか？そしてどういう理由によるものか。ここはシアルフィによく似ている。シアルフィ、初めて聞く名です。シグルドの世界の地名ですか？ああ、私の生まれ故郷だ。ゆくゆくは妻のディアドラとそこで平穏に暮らすつもりだった。だったというと？ディアドラは暗黒教団にさらわれ、他の男の妻となってしまった。そして彼女は暗黒神復活のために利用され、そのまま世界は恐ろしい闇の時代を迎えたのだ。そんなことが。なんてひどい。ああ、だが光は、希望は残されていた。私はそれを未来へと託すことができたんだ。それは一体？続きはこの試練が終わったら話すとしよう。武器を取れ。私と戦うこと、それが君に与えられた試練だ。試練を成し遂げた時、私たちの絆はより強くなる。そして私の力をより強固なものにするだろう。この地であなたと戦う、それに意味があるというのですね。その通りだ。さあ、君たちの力を見せてみろ。私を超えてみせろ。わかりました。全力で挑ませていただきます。私の元へとたどり着き、私を撃て。それが君たちへの試練だ。シグルドのところへ行くには橋を通れるようにしないと。あの砦を制圧すれば橋が使えるようになるかもしれません。やってみせます。はい。素敵な場所ね。こちらユナカ。万全よ。元気満々じゃ。行くわよ。えい。はい。毎度あり。必ず勝つ。誇りを胸に。選んで。それ。ありがとうございます。
ありがとうございます。なってきました。
したらいいか。 寂しくありません。
いました。まだいける。砦の将を打ち倒したから橋がかかるはずだ。しばし待とう、神龍様。
出番か。僕なんかが。となるかしら。お願い、モーション様。Okay.
ブロディアに恥じぬ行くぞ。出番です、紋章師殿。これで決める。手を貸そう。負けられないから。エンブレム、エンゲージ。手加減するほど甘くはない。命ある限り。渡すから。手を出すぞ。一心同体となろうぞ。勝つのじゃ。どうじゃ。許されるなら私に力を。
エンゲージ。神秘的だね。Yes.
真の戦はこれからじゃ。もう行くの？いただいちゃうわね。よくやった。見事試練を乗り越えたな。私一人の力ではありません。これは私たちみんなで掴み取った勝利です。そうだな。仲間、友、家族、絆を紡いだ者たちが君に力を与えてくれている。一つ君に問おう。母のルミエルの仇を討ちたいと願うが。私は母さんを失った時、悲しくて悔しかったです。母さんの命を奪ったものを許せないと思いました。ですが仇を討ちたいと思うかと言われると、今は私は戦いの中で様々なかけがえのないものを失った。しかしそれを恨む気持ちはない。なぜなら人の悲しみを知ったからだ。そして真実は一つではないということも。私はそのことを息子セリスに伝え、答えを未来に託すことができた。息子、ディアドラさんとの。君は気高き理想を胸に秘めている。悲しみや様々な正義や真実を知ってなおその理想を信じて戦えると誓えるか。もちろんです。この戦いを終わらせ、平和な世界を作ってみせます。良い返事だ。その言葉が聞きたかった。ならば私はその日まで傍らで君を見守り続けるとしよう。
やるじゃないか。